DS PDS。 Hey guys、 おはようございます、どうもだってです。朝のね、9時半から撮影してるんですけど、なぜかっていうとね、深夜に iPhone12 が出たってことなんでね、今日はね紹介しているオメス。まだ僕もね、詳しくはね、わからないんで、大雑把にしかわかんないんで、一緒に見ていこうっていうスタイルですね。はい、ではちょっと見てみましょう。 iPhone12 から見ましょう。 5G おー、カラーがバリエーション豊富ですね。うん、でもなんか金がないね。なんか中国だと金がめっちゃ買われるから、金出せばいいのになってのあるんですけど、あとピンク欲しかったね。早い話、早いです。なるほど、わかりました。iPhone12 の予約注文は10月16、ミニが11月6日か。うわマジか。俺一番欲しかったのはミニなんで、ちょっとショッキングピンクですね。ビッグなニュース、薄い、小さい、軽い。なんかあれみたいだね、あのちょっと大人のゴムみたいな。軽いは違うか。あ、でも軽い方がいいもんね。うん、やっぱいろんな共通点があるね、そういうのって。おー、で多分右側が iPhone mini ですかね。 iPhone12 6.11 インチ、スーパーレッド XDR ディスプレイ。これね、ちょっと素人の僕が見てもちょっと何のディスプレイかよくわかんないんですけど、まあ素晴らしいんでしょうね。で、ミニが 5.4インチ。 5.4インチ、でけえじゃんかって思うじゃないですか。でも違うんすよ、この iPhone5、まあ、白枠が多かったじゃないですか。この部分がもう画面になるんで、その分大きくなるっていうね。うん、素晴らしい。あれ、世界で最も小さく軽く、あ、薄い 5G スマートフォン。おお、やっぱね、世界初ってのさ、その今までさ、ガラケーとかでも大抵新しくさ機種変するとさ、世界初が何かしらついてたんですよ。うん、僕も買った時世界初の画質とか、うん、なんか懐かしい思いありますね。どんなスマートフォンのガラスよりも頑丈。おお、これいいね。4倍向上した、なんとか落下性能2、仕組み見る。ナノスケールセラミッククリスタル。なるほど、よくわかんないけど、とりあえず最強なやつですね。なんか信号機に使われるガラスも素晴らしくて、あれがさ、なんか象の筆箱にも使われてさ、なんか有名になったんですけど、なんか信号機のやつ使ってもいいかもしれないですね。航空宇宙産業で使われるレベルのアリウムエッジ。もうすごい。H2O、なんだっけ、ダイヤリー12。水濡れにも、水跳ねにも一段と強くなった iPhone12。前より強くなってんだ。5つのフレッシュの仕上げ。ああ、カラーね。カラーはもうカバーね、みんなつけちゃうんでね。そこまで重要視されないと思うんですけど、てかね、今までのさ、iPhone ってカバーがないともうダメな感じするじゃないですか。僕が今使ってる iPhone11 もさ、超持ちずれんだよ。もう滑るし、でけえし、邪魔だし。もう最悪なんだよね。そう。もうで、カバーつけないと落ちちゃうから、まあカバーつけてるんですけど、本当だったらさ、こうカバーなくても、もう使えるのがスマホだと思うんですよ。まあスマホかわかんないけど、今までのさ、携帯はそうだったじゃないですか。ガラケーとか。そこにね、シフトしてほしいですよね。iPhone 史上最高のディスプレイ。方法、仕組みちょっと見てみましょうか。LCD から OLED へ、鮮やか。もう、まあ、とりあえず、鮮やかになったらしいですね。でも人間の目の、その限度ってどうなんですかね。僕の目とかさ、こうみんなにはどう映ってるかわかんないじゃないですか。だから、僕の目には対応してんのか気になりますね。デュアルカメラ、システムようこそダークサイド。デュアルカメラ、お、広角カメラと直角広角カメラの両方でナイトモードが使える。あ、よかったよかった。なんか iPhone さ、プロでしかさ、直角広角がつかなかったらちょっと心配だなって思ってたんで、ミニにもつくんなら超嬉しいピーナッツですね。太陽は沈んでも美しく。これだったら、もうプロじゃなくてもいい感じがしますね。これを見る限り。めちゃくちゃ欲しいもん。まあ多分後ろら辺はそんな大したことない。アクセサリーすべてがピタッと。まあ磁石をつけれるようになったっぽいですね。でも今までの、
そのスマホでもさ、まあ、つけれるっちゃつけれたんですけど、その構造的に大丈夫なの、安全面的に大丈夫なのかっていうのがあったんで、まあ、公式でね、つけれるようになったっていうのは素晴らしいですね。はい。超高速充電。マグネットでいつでも完璧に位置にピタッと、だからワイヤス。マグネット。ああ、変わるね。で、なんか、ちょっとね、タイプ C に対応してないってので、問題というかなんかみんな残念がってましたね。やっぱりなんか全部さ、僕も iMac とか Apple、もう全部ね、Apple 製品なんで、統一してほしいっすよね。ライトニングはもうさすがにやめてほしい。Say hello to 5G をプロでもどんなスマートチップに、ベゼルを削ってスクリーンを広く。お、かっこいい。あ、なるほどね。あ、プロでは金出すのね。あー、なるほど。で、iPhone 12 Pro Max は 6.7 インチで、iPhone 12 Pro が 6.1 インチ。でかいな。iPhone 12 Pro。今僕11使ってんですけど、もしかしたら11の大きさになるかもしれないですね。ガラスより1枚上です。どんなスマートフォンのガラスよりも頑丈な。さっきの12よりは強いんですかね。どうなんですかね。ああ、同じ構造ですね。多分。ステンレススチール、医療に使われるレベルの。大きく溝を開けて他のスマートフォンより先を行きます。業界リードする IP68 特急の耐水、機能ね。ああ。まだ防水なんないですね。耐水のまま。AO14 ライバルは一つ。前の iPhone のチップだけ。他のスマートフォンより最大5年。なるほど。CPU が、なるほど。早い。50% 早い。それぞれのカメラにフォーカスします。あ、やっぱプロは、カメラに特化してますね。わ、迷うなぁ。もうだいぶ差があるんだったら、ちょっとね、悩んじゃいますね。なんだかんだ結構撮るからなスマホで。はい、って感じ、見た感じ、そのプロとプロじゃないのの違いは、まあ、カメラがめっちゃ向上してんのと、まあ、カラーが、金が出てるの、ぐらいですかね。あとはスペックが、ちょっと、すごい。最先端を行き過ぎてる感じはするんですけど、でもさ、僕11使ってるんですけど、もうすごいんですよ、すでに。だからスペックがどんなにすごくても、そんなに魅力に感じないですね。今はもう、使いやすさが一番だと思うんで、僕が嬉しかったのは、この iPhone 5のこの角張ったのをね、こう採用してくれたのが超嬉しかったですね。ずっと前から言ってたんですけど、この iPhone 5がね、もう素晴らしいんですよ。もう持ちやすい、軽い、もうポッケに入んのがね、スマートフォンなんですよ。もうそれずっと言ってきてたのに、なんか 4S 以降さ、もうどんどんでかくなってってさ、もうスマホじゃないんですよね。もうそれはさ、でかくすればさ、いろいろスペックがさ、こう向上するの当たり前じゃないですか。もうでかい、空いた分をさ、ちょっとなんかいじればさ、できそうじゃないですか。小学生でもわかるよ、そんなこと。それをさ、なんか、もうどんどんでかくしてさ、マックスとか言ってさ、もうなんかタブレットとの、その、もう違いがどんどんわかんなくなってきて、僕は嫌でしたね。やっぱこのスマートフォンってさ、この小さいものにさ、めっちゃ、もうテクノロジーが詰め込まれてんのがスマホで、もう男のロマンなんですよ。こう軽くて、もうどこにも入って、もう邪魔にならない。体の一部。もうそれこそスマートフォンだと思ってたんですけど、これはちょっともう違う。って思ってて、その、去年 SE が出ちゃうじゃないですか。うわ、僕絶対買うって。SE が出んだったら絶対買うって。もう期待してたら、もう期待をまんまと裏切られた。で、思うのがね、iPhone 12 mini こそが SE のね、後継者だと思うんで、もうなんかミニじゃなくて SE として出せばよかったかなって思います。はい。って感じで、僕はね、11月6日の iPhone mini をね、予約して買おうと思います。で、みんなはね、どれ買いますでしょうか？ぜひぜひコメント欄に書いてみてください。はい。で、せっかくなんで、ちょっと僕の持ってた歴代のね、スマホをちょっとお見せしましょう。はい。2006年に持ってた、
au の Refugee っていうやつ、よくわかんない名前。これやっぱカパカパしてて小さくてね、持ちやすくてカメラも、うん、まあまあでしたね。素晴らしかった。で、これが iPhone4。まあ、僕は 4S から使ってんで、これ4はね、ちょっとこの前というかなんか動画の企画で買ったやつなんで、これはちょっと違いますね。iPhone4S はフィリピンで盗まれちゃったんで、はい、ないです。で、iPhone5。はい。これも素晴らしかったですね。うん。やっぱこれが一番です。正直ね、4のね、大きさで、まあ、出してもいいと思うんですよ。うん。これも、まあ今使ってみると、まあちっちゃいんですけど、やっぱ僕がね、iPhone がすごいなって思ったのが、こんなちっちゃいのに、ちゃんと打てるのが、うわ、すごいなって思って、他のさ、当時他のなんか機種とかも、まあ触らせてもらったことあるんですけど、こう iPhone ほどね、こう細かくね、こうタップできるのがね、なかったんですよ。だからこれもうやべえなと思う。やっべっぞと思って。はい。で、iPhone5。うん、やっぱでかいね。iPhone11。もう最悪。で、なんで11買ったかというと、なんか超広角と、まあインカメがいいなと思って、はい、買いました。けど、まあ1年使った感想は、持ちづらい、でかい、邪魔ですね。はい。まあ、でもまあ良かったです。いい思い出になりました。はい、って感じでね、iPhone12 楽しみです!しよう、ありますよ!PDS 株式会社。チャンネル登録!よろしく!よろしく!よろしく!